児玉遥は日本の女優 YouTuber であり、女性アイドルグループ UCT48 の元メンバーおよび AKB48 の元兼任メンバー。福岡県出身、 ABEX アスナロカンパニー所属。身長 158cm、 血液型 O 型。ニックネームはキャッチフレーズにもあるハルッピだが、劇場デビュー前の一時期ニックネームをハルルンとしていた。キャッチフレーズは今日の気分はハッピーハッピーワルルッピ、毎日ハッピー博多の妖精ハルッピこと児玉遥香ですである。要出展 AKB48 チーム A でのキャッチフレーズは、自身のデビュー公演直前に高橋みなみが考案した博多から好き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 ップハルッピこと児玉遥香です。クト48に加入するまでダンスや歌の経験はなく、中学校時代はバスケットボール部に所属していた。2015年3月3日に高等学校普通科課程を修了し卒業。仕事の影響で中学校、高等学校の卒業式にいずれも出席できなかった。2019年に卒業後、当時は躁うつ病を患っていたという。そして6年経った今、2冊目の写真集を発売し、自身のツイッターアカウントでメッセージを発信しています。アイドル時代、躁うつ病を患い、今より20キログラム重いと批判され、芸能界で生死の境をさまよった2年間でもおっぱいとお尻にこだわることを決め、食事管理、ダイエット、健康管理に全力で取り組み、今の姿になりました。実生活では児玉家の長女であり、弟が2人いることを明かしている。将来の夢はマルチタレント。自身のファンのことをメロッピと呼んでいるが、これは福岡放送アナウンサーの小林麻里奈が AKB48 メンバー在籍時代に児玉のことをメロンジュースちゃんやメロッピというニックネームをつけて呼んでいたことに由来する。ニックネームとしては受け入れられなかったが、ファンが気に入ってしまったことから、ハルッピにメロメロな人という意味で自身を応援してくれるファンのことをメロッピと呼ぶようになった。